はい、マックスです。今日は見て強くなるソフトテニス塾初のシングルスが上手くなる実践練習というテーマでやっていきたいと思います。シングルス難しいですよね。やり方が分かんないっていうのが結構あると思います。今回の動画を最後まで見てもらえると、まずシングルスに強くなります。公式テニスのいいところをソフトテニスの中に取り込んでいけると思います。それからシングルスってどんな練習していいか分かんないですよね。それがこの動画で分かります。シングルスの時に自分の必殺ショットってありますかね。もしなければ今回の動画がそのきっかけになると思います。ここぞという場面で使えるショットっていうのがこの動画を最後まで見ていただくことで分かります。ソフトテニスのシングルスって公式テニスから学べることがとてもたくさんあります。例えば基本的にソフトテニスっていうのはダブルスが主流の競技だと思うんですけど、逆に公式テニスはシングルスが主流の競技です。まあ、やっぱりまだまだソフトテニスと公式テニスで比べると、やっぱり特にフットワーク、それからやっぱりショットのレベル、これは公式テニスの方が上を行ってると。で、近年やっぱりソフトテニスもこうメジャーに発展させようということでシングルスにとても力を入れていて、まあ、国内の大会も例えば国体って今までダブルス3本でやったのがシングルス1本入ったりとか、ハイジャパでもシングルスが入ったりとか、だんだんソフトテニスの中にもシングルスっていうものが入ってきてます。公式テニスからソフトテニスになぜ学ぶことが多くあるかっていうと、例えばソフトテニスのプロの船水隼人選手と公式テニスのプロの西岡選手の対決動画っていうのが最近 YouTube で上がったんですけど、皆さんご覧になりましたかね。その対決動画の中でソフトテニスの船水隼人プロもやっぱり公式テニスから学べることがたくさんあるっていうふうに言ってました。逆に西岡選手もソフトテニスって面白い、ソフトテニスから学ぶことってこんなにたくさんあるんだっていうことを動画の中で言っててくれて、それはやっぱりとても嬉しかったですね。私も公式テニスとっても好きでフットワークとかショットとか勉強するんですけど、やっぱり世界のトッププロであるフェデラー選手、ナダル選手、ジョコビッチ選手などのやっぱりトッププロの華麗なフットワーク、それからあの200キロを超える強烈なサーブ、こうすごく厳しい場面、劣勢からのカウンターショットなどはとても勉強になる部分があります。実はこういつも出てくれてる川崎コーチも今あの週2回公式テニスのレッスンを受けていて、やっぱりソフトテニスに活かせる部分がすごく多くて勉強になるっていうことを実感しているそうです。で、こういう話をすると公式テニスとソフトテニスはボールもラケットも違うからあまり参考にならないっていうふうに思う人もいるでしょう。だけどスポーツっていうのは本当面白いもので、全く関係のない競技の中にもヒントが隠れているものです。前置きが長くなりましたが、公式テニスの必殺ショットに、チャレンジしていきたいと思います。そして今回必殺ショットにチャレンジしてくれるのは川崎コーチと2017年愛媛国体北海道代表国体3位のメンバーの内海大輔選手に来てもらってます。どうぞ。よし、内海大輔こと内です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで超豪華メンバーで、今日は大学生の時の北海道チャンピオンの川崎コーチと2人で公式テニスですね、フェデラー選手とジョコビッチ選手とナダル選手のショット3つにチャレンジしてもらいたいと思います。で、まず1つ目がジョコビッチ選手のクロスへのカウンターショット、2つ目がナダル選手のスライスサービス。ナダル選手左利きなんですけど、右のスライスサーブでコートの外にちょっと追い出してオープンスペースに打ち込んでっていう展開で、3つ目がフェデラー選手がよく使うスライスのショートクロス、それは内海選手ね、ちょっと、はい、ショートクロスからの、前に詰めていくカウンターショット、カウンターというかストレートパスかなんかをちょっとやっていきたいと思いますので、はい、じゃあそれではやっていきましょう。レッツゴー。逆クロ、OK、いく。おお、いい。全然取れない。
おいかがでしたか。こうやって実際にやってみるとですね、なんとなくシングルスの対策というかどこに打ったらいいかっていうのが見えてくると思います。まあ、結構ね今日やった内容っていうのはレベルが高い内容ではあったと思うんですけど、自分にはねできなさそうだなと思った人もまずはぜひやって試してみてください。でシングルスが強くなるとダブルスにもプラスに働くことは間違いなしですので、ぜひチャレンジしてみてくださいね。このチャンネルではソフトテニスに関する体の使い方やストレッチ、筋力トレーニングなど様々な情報を皆さんに分かりやすい形で発信しています。まだチャンネル登録してなかったよという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それからこの動画がすごく参考になった、また見てみたいと思った方はいいねボタンよろしくお願いします。 Twitter の方でも有益な情報を発信していますので、ぜひフォローしてくださいね。それでは最後に2つお知らせがあります。川崎コーチにテニスを習ってみたい方、札幌でスクールをやっています。それから些細な質問に答えてくれる素晴らしい取り組みをしていますので、ご興味のある方は番組下の説明欄のリンクより、川崎コーチの LINE アットに登録をして直接メッセージをしてみてください。それから内海選手なんですけど、じゃあ僕も皆様と一緒にソフトテニスができる機会っていうのを大事にさせていただいてまして、でそれの LINE アットをですね URL 下の概要欄に貼り付けさせていただきますので、はい、講習会のところもここのメンバーで企画させていただいてますんで、皆様登録してソフトテニス講習会の情報をじゃんじゃん拾ってください。はい、でみんなでじゃんじゃん強くなりましょう。強くなりましょう。強くなりましょう。質問とかもしていいんですか。あ、もう全然好きに使ってください。すごいね。じゃあ川崎コーチにも質問できるし、はいはい、これからチーム選手にも質問していい。素晴らしいメンバーが質問に答えてくれるので、ぜひ登録して、メッセージを送ってみてください。それでは、今回は、シングルスの公式テニスのトッププロのショットを2人にちょっと実践してもらいました。今回は、これで終わりたいと思います。また次回の動画で皆さんお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。